サイドキックのバブルガール、ユーモアが足りなかったようだ。魔の迫力、門前払いされたくないのなら。わがままでここまで導いてもらったんだ。ここからは僕自身が開くんだ。ナンバーワンヒーローになるために。ルマイトに憧れるあまり長年鏡の前で練習し続けた。 オールマイトを馬鹿にしているのか。滑った。貴様、その顔は何だ。何のつもりだ。手のローゼキか。オールマイトにこんなシワは、シルバーエイジからは約 0.8センチ。 そんなことすらわからないのか。事務所の至るところにオールマイトのグッズが。なんか10周年記念のヒバヒンタペストリーダー、重度のオールマイトファン。ビネガース水彩と事件、助けた助けた。それをオールマイトが救助した件のことです。おお大丈夫、私が来た。溺れた中学生はパニックで川をオスに変えてしまい、オスぼめた笑顔。僕はそこをチョイスしたつもりだったんです。 私が組以前の読売テレビの番組、あの頃を振り返るスペシャルでも少し。特に中学生が感謝を述べた後のセリフなんかすごくウィットに飛んで。それです。お肌ってのがまた。あ、いや、学校だとご本人がいることもあって骨元の話がしづらくて、それを知ると知らないとじゃ言葉の重みが違うんです。ミリュー君、結果的にいい入りじゃないか。緑也君、なるほど、今よりも強くなるため、 私の下で、インターンがしたい。もちろん持ってきてます。話を遮る喋りは、ヒーローインターンは一般企業に見られる1週間程度の気軽なインターンシップとは違う。みんなと歩みを合わせていては、トップにはなれない。お好きがないからな。貴様がここで働くメリットは承知した。インターン生1名で滞りないこの事務所に貴様を入れ、社会に対し自分はどう貢献できる、対し自分がどう有益であるか認めてもらうためには、犯罪に怯える人々に希望を与えた。だから人々は彼を受け入れ、社会にどう役立てるのか。貴様が我が社にどう利益と、言葉ではなく行動で示した。分以内に私から印鑑を取ってみよう。貴様が自分で判を押せ。欲しいだろう。 ミリオとバブルガールは体質を、はい、元気がないな。イエスさ、やってないですよね。気に入られてんだよね、まったく。もしかし、緑也君まずいよね。こいつはお先ダークネスだぞ。サーの個性を相手に、その条件を達成するのは。奪ってみよう。ナイトアイの個性は、いや、とにかく印鑑を奪うんだ。と思わせてからの頭上 からの再び突撃、全て見えている。やっぱり、でも手数で上回れば。かなり翻弄されてるね。ですね、音だけでわかるね。緑也君を入れる気がない。1分が経過し、一旦距離を置く。さあナイトアイ、個性予知。 対象人物の一部に触れ、目線を合わせることで1時間の間、かいくぐる策ないか。象徴たる力を持っていてもまるで凡庸。やはりワン・フォー・オールはミリオにつがせるべ。尊方先輩。オールマイトを今でも敬愛。だが後継の件だけは、意思を図りかねる。先輩は知ってるのか。ナイトアイとオールマイトはどういう経緯で先輩を。僕に黙って。 調校する余裕があるのかね。それとも疲れたか。ワン・フォー・オールを受け継ぐにはもっとふさわしい人物。私は貴様を認められん。君の番ということさ。僕の全て消されて黙ってられるか。オールマイトが僕を選んでくれたんだ。止めさせてみせます。ナイトアイの個性予知。 先が見える。予知を見てから動くまでの暇を与え。ワン・フォー・オールを受け継ぐにはもっとふさわしい人、まるで劣化グラントリノ。条件が満たされた以上、私には見えている。ちなみに、もう2分もしたら貴様は印鑑も契約書も持たずに、うずく教えられたであろう心得を、試しの場である今ここで実践できなれると言ってもらいました。有象無象の一人にか。さ
最高のヒーローにです。条件が満たされた以上、1秒後でも1分後でも1時間後でも。何を見てる。未来の事象全てか、またまた定めた対象、つまり僕の行動か、それを確かめる。グワオールマイトの弟子なんだ。まだオールマイトの弟子だと。策が一つ通じなかっただけで何とも無様。ヒーロー活動10周年記念の非売品タペストリー踏むとこでした。まさかグラントリノのように跳ねていたのか。周囲の状況と私への対策を考えて動いていたと。失礼します。終わりました。採用だミリオ。やったー。印鑑を取り自分で押せとは言ったが、できなければ不採用とは言っていない。貴様が来ると聞いた時点で採用は決定している。貴様が使えぬ人材ではない。だが認めたわけではない。人々はかすかな光ではなく、まばゆい光を求める。ワン・フォー・オールは持ち主の意思によって譲渡され、オールマイトに選んでもらえた。これを認めないサー・ナイト、ナイト・アイが選んだ東方先輩、よろしくお願いします。